もう一度拍手でお迎えください。宮台さんです、続きましてダース・レーダーさんです。お願いします。そして本作、83歳もう俺一人でも撮るんだと言ってすごい権威欲でこの映画引っ張りました、足立正夫監督です。監督真ん中、俺だけ、うん、俺だけ自分でちゃんと持ってきたんじゃないですか、ちょっとそれでは、まあ、早速ですが、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、だけどやっぱり足立さんから言った方がいいと思うんで、足立さんなんか、まあ、映画の最後でも一言言ってますけど、まず足立さん今日のお客さんに何か一言。あれ最後出てくるの山城慎吾みたいでよかったですね。監督が喋り出したみたいなね、うん、まあ突然ね。いや一言、明日の国葬粉砕。以上です。粉砕っていうほどのなんかしょぼ、最初からしょぼい説もあるんですけど、うん、もうしょぼくはなってるけれど、それでも粛々とやるじゃないですか。だからあくまで我々はそれに反対するっていうのを言い続けた方がいいと思います、うん、そうですよね。そうですが、この国葬がね、途中でですね中断されないでここまで引っ張ってきたことがまさに国辱の恥さらしになっているということがね、私はとても嬉しいです。うん、まあ、G7 誰一人来ないしね。そうなんですね。今日もね、だから産経新聞で、うん、世界から弔意を持った方々が次々とって言ってね。どこの世界じゃ。いや、まあ、もちろん素晴らしい方々で、最初にだからタンザニアの方から紹介されていて、それで、で今日はねベトナムの、ね、方と会っていて、やっぱり弔問外交もすごく盛り上がってるみたいで、うん、いいなと思いますけどね、うん、でもやった方が良かったと思うんですよ国葬は、うん、でそれは映画の最後のメッセージがあって、やっぱ国葬やってくれた方が今の日本がどういう状況かってみんなが分かる、ね、実力も含めて。そう、しょぼい日本が話題になるじゃないですか、うん、僕カナダのトルドー首相だけは来るのかと思ったら、うん、来ないことになったそうですね、うん、さっきダースさんから伺ったの、まあね、ハリケーンの、ね、被害が、ね、トルドー首相ほっとしてるだろうね、うんうん、まあね、でも今だから日本も台風で静岡が大変なわけですよ、うん、でね、まあでも岸田さんはね、葬儀委員会の委員長として国葬をやるということなのでね、うん、なんかそこでも差をつけられちゃうのみたいな感じはありますけどね、うんうん、宮台さんこの映画見てどうなの。本当に素晴らしかったです。改めて申しますと、僕はね中学2年の時にですね、学園闘争のど真ん中で僕初めてですね足立さんが脚本された「ゆけゆけ二度目の処女」っていうですね見たんですね。でこれがもうはっきり言って僕の人生を変えたんです。なぜかというと、麻布に入って中1の時に、まあ中1から1年間ぐらい学園闘争があって、中2から僕も加わるわけですけれども、途中からこう何やって、まあ、闘争目標を達成したということもあってですね、まあ、要するにそれは校長代行っていうのを追い落とすってことなんですけども、その後何やってるかよく分からなくなって、一体僕たちは何してるのかなっていうその疑問に一挙に答えてくれたのが「ゆけゆけ二度目の処女」っていう作品なんですね。でちなみに僕は足立さんが中東から送還されてきてですね、旅券法違反の裁判を受けている時に何度か傍聴させていただいて、裁判、まあ、判事よりも検事よりも弁護士よりもですね、最も威厳ある権威ある存在として、ふてぶてしく、この何て言うんだろう、この法廷のまさに星のような存在で、すごいなって思い、どういう経緯か分かりませんけど、まあ、若松監督などを通じて、ちょっと親しくさせていただいて、まあ、ある映画の原案も出させていただいたりして、まあ、それはいいとして、
ここまで言われたら立つせないだろう。いや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 、それでですね、せっかく前からでね、お国だけ言わなくていいですよ。そうそうそのいや前2列目しか聞こえてないから今で、ここからがまあ重要なポイント。あ、ちなみにですね、今日は僕はすごく緊張してきたんです。っていうのはね、十数年前にやっぱ足立さんのこういうイベントに招かれた時に、今日と同じで大学院の入試の仕事があって遅れたんですよね、40分です。そしたら、すいませんって入って言ったら、宮台苦しそうからって言ったんですよね。ビビりました。なので今日はですね、本当にスタッフにお願いして、どうしても出なきゃいけないイベントがあるので、ちょっと早めに出させていただいてきましたが、それはいいとして、ですね、今回のこのリボリューションプラス1は、僕が初めて触れた足立脚本作品ととても構造がよく似ていたんですね。で、それでものすごくびっくりして、で、まあそれは最も驚いたのはですね、1969年の作品が、ある種リプライズするような時代になった、っていうことにまず驚きました。そのリアリティですね。1968年9年の作品のモチーフや構造がこんなに今にフィットすることにすごく驚きました。でよく似ているのは、やっぱり主人公がここではないどこかに出ようとしているということ、でしかしどこに出口があるかわからないこと、でそこに例えばね、ゆけゆけ二度目の少女だったら皆さん見た方、小桜耳っていうのが出ていてですね、その主人公のこれは、まあ、秋山道夫を演じるですね、まあ、後にスーパー編集者になる、主人公と、まあ、同じ世界に入るんですね。で同じ世界に入ることが雨で示されているんですね。この作品でも、まあ、北上っていう主人公の世界は雨で示されているんですね。でこの、ね、北上が川上です、川上だね。主人公は川上がね、山川で川上です、そうだね、川上だね。でその面白いなと思うのは、その銃を作るこの孤独なシーンが、ゆけゆけ二度目の少女だったらですね、中村芳生という人の現代詩を口ずさむっていうですね、そのシーンにすごくかぶるんですよね。でさらにその同じ世界に入っている女が私のこと抱いていいよっていうふうに言うところも、ゆけゆけ二度目の少女と全く同じじゃないですか。本当に驚くべき。いや昔のことは忘れました。ちなみにこれ演じた田本そらん君は、うん、止められるか俺たちをで秋山道夫さんを演じてるんですよ。あ、マジですか。で中でゆけゆけ二度目の少女の、うん、あの少年 も演じてる。その彼がボイン。素晴らしいですね。そうなんです。僕らね、まあまあ僕出かけるって全部通しで歌えるんですよ、うん、ね、94年の赤松工事イベント、その時ね10人ぐらいしか客いなかったんだけど、うん、質問タイムって言って、はいって言ってですね、その歌を通しで歌ったら、若松浩二監督が一体君は何者だってなんか怒鳴られたっていうことがありましたが、いずれにしても、すごく構造的によく似ているんですね。でそれが僕にとってはすごくリアリティを持って迫ってきた。でただし、違うところももちろんあってね、まあ、たくさん、まあ、いくつかある中で一番重要なのは一番最後で、妹がカメラ目線でね、私はオルタナティブな道を探すっていうふうに言っていること。でそのオルタナティブな道としてとりあえず指し示されているのは、統一教会を潰せる政治家を選ぶことっていうふうに、なっているんだけれども、僕らはそれを真に受けるのもいいでしょうし、真に受けないで、じゃあオルタナティブな道は何なんだろうって考えることが大事なんですね。でちなみに皆さんご存知のように、僕はこの、7月8日の銃撃事件の、まあ、1週間後ぐらいですかね、朝日新聞にある、まあ、記事を出した。でそれが最も重要な部分についてですね、朝日新聞から削除され、吸ったもんだったんですけど、まあ、出ないよりはマシだということで出た記事が出ましたが、その後どこが削除されたのかということを J キャストニュースで、まあ、2回にわたって、バラしました。
で、まあ、どこをバラしたのかっていうのは、まあ、欲に欲としてですね、僕がこの記事で言いたかったのは、国家権力がまともに働かないときには自力救済しかないっていうことなんですね。でこれはあの17世紀の半ばにトーマス・ホッブズっていう人がリバイアさんという本で書いていることなんです。でこれは政治学や社会学の古典なんですね。でどういう本かっていうと、大体皆さん間違って理解しているんだけど、こういうことです。僕らは昔から自力救済でやってきた。やられたらやり返す、盗まれたら盗み返す、殺されたら殺し返す、犯されたら犯し返す、道外報復って言います。ずっとこれでやってきているわけですが、そこでその我々が国家権力を作る、統治権力を容認するというのはどういうことかというと、自力救済をやめて、国家 その暴力を信頼する代わりに自分たちは経済活動や社会活動に勤しみますというね、こういう図式なんですね。でこれはもう当時からですね、僕は裏を返せば、あそうか、統治権力がまともに機能せず信頼不可能な時には自力救済しかないっていう議論なんですよね。でこれはもちろんですね、無政府主義の発想にも一部つながることなんだけれどね、例えば スペイン、バルセロナなどから出てきたあのミュニスパリズム、共同体自治っていう発想はですね、国家は頼れないから我々で我々を小さなユニットで統治していこうっていうことなんですね。でもこれには条件があって、コミュナリティ、共同性って言いますけれども、ある程度の、分厚い仲間意識がなければ共同体自治って無理なんですね。で日本はどの国よりも真っ先にですね、地域も家族もすっからかんに空洞化したので、あのミュニシパリズム、共同体自治の基盤がないんですね。だから自力救済っていうふうになると個人が自力救済するしかない。で個人が自力救済するときにはですね、もちろん怨念を抱いているだろうし絶望も抱いているだろうから暴走しがちなんですね。でなので、この記事だけじゃなくて以前から大量無差別殺害事件、殺戮事件、日本だけじゃなくて、アメリカでは毎日のように起こってますけども、これも実は自力救済、しかもコミュナリティ、共同性、仲間意識がなくなったところでの、自力救済が暴走するという摂理を示しているのであってね、だからこれからもこれは続くのだっていうふうに朝日新聞にも書いてきました。っていうことはね、2つしかないんです。道は統治権力が信頼される存在になるか、でそれは妹さんが最後に言ったようなことだけど、もう一つはコミュニティミニスパリズム、自分たちが連帯して、国家はどうでもいいや、で俺たちは俺たちを統治するっていうふうにして小さなユニットの、自治的な共同体を各所に作っていき、それと矛盾ない形でですね、上のレイヤーを構成していくっていうしかないでしょうと考えると、日本は本当に絶望的だなっていうのが、朝日新聞の記事の、趣旨だったんですけど ね、統一教会と自民党のズブズブ第二次安倍政権以降のって、これ削除されました。で、あるいはその今の自力救済問題も紙面版からは削除されました。僕が大学に入った頃のですね、統一教会のフロント団体、原理研究会の勧誘活動についての部分も削除されました。で、それはそれでいいとして、しかしウェブ版ではですね、今の自力救済の部分は復活していますので、今でも皆さん読むことができる。それだけ削除されたら中身残んないでしょ、だから紙面版は本当に残ってないんですよ。で弁護士連合会、あの被害者対策弁護士連合会の方からね、ぬるいなこの原稿はって言われて、ちょっと切れたんですよ、あの大事な部分削除されたんでぬるいんで、まずツイッターでこういう部分があった、こういう部分もあった、なるほど、道理でいつもの宮台さんの記事と違うと思ったってその弁護士の方がおっしゃったんですよね。でだったらもうトータルにっていうことで、 J キャストニュースで朝日新聞がどんなにデタラメな新聞なのか、でこれは僕言う安倍っていうのはある種の日本の切り口であってね、日本全国どこを切っても安倍の顔なんですよ。で映画の世界だろうが音楽の芸能の世界でもあったじゃないですか、その、オリンピック問題うんぬん関連、詳しいことは言いませんけれども、電力の世界であろうが、
大学のアカデミズムであろうがどこでも上を忖度し、まあ、とかそのひらめですよね、横をキョロキョロ見、キョロ目ですよね。でまさに三島の言う空っぽな人間たちがですね、なんか無様にうごめいているって、これ僕は日本人の劣等性っていうふうにずっと言ってきましたけど、まあ、それが今いろんな形でね、オリンピック疑国あるいは統一教会ズブズブっていう形で表に出たっていうのはいいことでね。でなぜ表に出たんですか、これは。安倍晋三氏っていう瓶の蓋が取れたからでしょ、ね、なのでこれは、山上容疑者が、山上徹也容疑者が何をどこまで想像していたのかっていうことは横に置くとして、機能としてはね、いいですか、機能としては世直しとして機能してますよね。いや山上を美化するのか、違うよ。なんで山上のこの事件で世直しが初めて作動するような、この体たらくを我々が、政治家が、市民が、とりわけ朝日新聞などのマスコミが放置してきたのかっていうことが問題でしょ。朝日新聞がそういうのを放置してきたってことは、僕の記事を削除したってことで明らかじゃないか。今のね、宮台さんの話で、うん、よくその逆にそのテロリストだったり、うん、あるいは連続殺人を犯す、これニトラムって映画もありましたけども、うん、そういった人たちの孤独で、孤独な人、コミュニケーション能力がないからこういうことを起こすんだっていう説明のされ方をしているけど、うん、むしろ社会は人はそういうふうに暴走することを前提として、知恵として共同体っていう、うん、生活様式をずっと長い時間かけて作ってきたわけじゃないですか。その通り。で要はなんで一緒に暮らすのかって言ったら、うん、これ一人だと、人間一人だと大体頭おかしくなっちゃうと、おかしいことやって、うん、でそれが大概は良くないことになるから、うん、だからそういったやり方じゃなくて、うん、みんなでそれぞれまあまあいやまあまあ分かるけどさっていう話をできるような集団を作って、うん、でそれでそれぞれの気持ちをこうある種のバランシングをしていく中で、そこで失われていったそのでも何とかしなきゃいけないっていう気持ちを、じゃどこに預けるのかっていう順番で設計されてきたっていう設計図を分かってない政治家とかが、そのコミュニティとかっていうものをもういらないものだと、コスパで悪いと、でここでもう行政に立ててつながっていればいいだろうっていう考え方にしちゃったから、まあ結局その元の暴走する人間に戻しちゃったわけですよね、うん、そう。だからそれはね、まあ、一般的に資本主義の悪って言われることが多いでしょ、つまりそこにまだ共同性、仲間、うん、そういう人間関係を通じて調達できる便益があるんだったら、それをマーケットで調達させればいいじゃないかっていうふうにすると、うん、資本の自己増殖に役立つわけですよね。でそこを食いとどめるのっていうのは基本価値観や倫理しかないんだけど、日本人は空っぽなので、安全便利快適なんだったら市場マーケットや行政を頼ればいいでしょっていうふうになって、ここまで来ているってことでね。でこれはもちろん、政治家、行政官僚、あるいはさまざまな資本の、まあ、ある種の、リーダーだけじゃなくて、我々はそれを良しとしてきたっていうことが問題ですよね。ダースさんがおっしゃったように、もともと人間は弱いんですよ。で、まあ、マイクロサンデーもいいように、人はデコボコなんですね。ある部分が良くてもある部分がダメ、それぞれのいい部分と悪い部分がデコとボコになっていて、それが組み合わさるのが、まあ、仲間共同性なんだよっていうことなんだけれども、分断されると残念なことだけど全部自分でやらなきゃいけないことになっちゃって、でつまりそれよく自己責任って言ってるんだけど、自己責任なんていうか言葉に何て言うんだろう、惑わされてはダメでね、我々が分断されて、いや、まさにその点が一番気になりますね、はい、そういう論理的にしっかり言うことは僕できませんが、うん、日本の社会も、うん、もっとはっきり言えば日本の政治ももう底が抜けて、中身っていうのはもうなくなってる、うん、そういう中でじゃあ生きるためにどうするかっていう問題のところであって、それはお前らが自己責任で頑張ればいいじゃないかって、実はこの社会が底抜けっていうのをみんなが大声で言えば、自己責任でじゃあ自分たちの社会作れるのかと、そういう中身ももう一回作り直さないとダメなところに来てるなと思ったんですね、うんうん、まあそういうことを山上容疑者が自分の底のなさ、うん、欲しいになるなんて今頃
そんなあの寝とぼけた考えを若者が持つわけないとみんな言うけれども、うん、自分を求めたり自分と向き合ったらね、なんかそう自分が作り出す以外具体的なものはないわけですよね、うん、だからそういうところにみんな来てるなと思って、そういうことを考えてみると、今の若者って僕らの若い世代より、うん、あるいはあなたの若い世代より、うん、ダース君の若い世代よりももっと悲惨な底抜け状態に置かれてるから、うん、その人たちと対話できるようにしようっていうのが山上を取り上げて作った映画の本意なわけですね、うん、ですからそこへ問題を返すにはどうしたらいいかというところ、もう少し自分で実行してるダース君とか言ってみたらどうなの、はい、まあ、でもね、あの山上だったりこの主人公、うん、映画の主人公の川上はある種その自己責任を取ったわけじゃないですか、うん、その自分の生き方だったり、まあ、自力救済で自分で責任を取るっていう、その自己責任で何とかしろって言ったらこういうことになるよっていう、うん、すごく分かりやすい証拠を、うん、だって人が一人で、しかもその山上ある種川上は結局その仲間もいなくて友達もいないから、自分の責任を取るための問いを自分にしかできなくて、うん、一人で部屋でずっと喋り続けるわけじゃないですか、うんうん、でそれはでそれに答えてくれる人もいない、うん、でそういう状態で責任を取るってことになったら、それは今回のような責任の取り方になりますよっていうのが、うん、まあ、一つ明確に映画として描かれていて、うん、で僕はその兄の存在、まあ、兄は僕も固めなんでね、あの兄との親近感もあるんですけども、うん、実はこれ文春報道とかに出てくると、まあ、兄がそのガンであの目がね失明してしまった時に、うん、でも野球は好きだったと、うん、野球をやりたかったのが、うん、母親が結局野球のボールが当たったらどうするんだとかって言って、うん、それこそ安全安心っていう対策で野球をやらせなかったんですよね、うん、でそうやってそのお兄さんはもう病気になったのも自分のせいじゃないのに、やりたいこともやらせてもらえない、それがあなたのためなのよって言って野球もやらせてもらえないっていう経験、これ実はあの映画の中でね、あの野球バットで暴れ回るシーンっていうのは、僕の中ですごくそこがこう野球をやりたかったっていう気持ちを前提してみるとすごいこうグッとくるシーンなんですけども、これ実は僕先日あの夢風で会いましょうっていう障害者支援団体のイベントに出演した時に、まあ、そこでラップしてくれみたいな話になった時に、そこの代表の方が挨拶をしてて、2人とも今80歳の方と50歳の方で2人とも車椅子 でポリオで足が不自由だと、で2人とも80歳50歳でもうずっと子供の頃から車椅子なんですけども、2人に共通の思い出があるんだって話をしていて、それは何なのかって言ったら、2人とも三角ベースをやっていたと。で三角ベース、野球ですよ、三角ベースを実はやってたんです。でその時にはその仲間たちが、お前も一緒に野球やろうぜってなった時に、でも俺走れねえよって言ったら、でもお前打てるだろうって言って、でバッターボックス入って打ちゃいいからって言って、でも走れないからどうするんだって、じゃあ一塁まで行けないんだったら半分まで行ったら一塁に行ったことにしようぜっていうあのアイデアを出されたり、あるいはじゃあダイソーのやつを用意して、あの足速いやつに代わりに走らせようって言って、お前打つだけでいいからって、でそのダイソーのやつを用意したんですよ。でそしたら今度ダイソーの人が打つ前から走っちゃって、いやお前それ打つ前に走っちゃダメだよって言って、いやでも先に一塁ついた方がいいんだろうみたいなことを言って、じゃあ打って背中を押したら走れみたいなルールを、これも子どもたちで話し合って決めてるんですよ、作るんですよ。でそれは何でかって言ったら、さっきその共同体というものがあって、一緒に遊ぶっていう仲間がいて、でその時に打てるけど走れないやつがいても一緒に遊ぶんだったら、じゃあどうやってそいつが入れるかっていうことをみんなで考えるっていうことを、かつての日本社会はできてたんですよ。だからそしたらその山上のお兄さんも野球ができるはずなんですよ。だってそれで片方目が不自由ですって言っても、でもやりたいんだろう野球って言ったら、やり方をみんなで考えてやらせてあげればよかったのに、結局母親がそれをやらせなかった、で要は閉じ込めさせて開かなかった、それでできることできないことっていうのを助け合うっていう経験をさせなかった、でそれを今度は弟としての山上がそれを見てるわけですよね、お兄さんがやりたいことをやらせてもらえないと、こういうものの本当連鎖っていうものがもう日本の歴史もう時を重ねて、あらゆるところでこの形になってると思うんですよ。いくつか重要な論点が含まれてるんだけどね、あの僕らが小さい頃って、まあ、障害を持ってなくったってね、違った年齢の集団で遊ぶのが当たり前でしょ。で、まあ、例えば僕だったら弟がいる、でそうすると未速化するルール、北関東ではお豆っていうらしいけど、お豆ルールっていうのがあってね、でミソカスの子たちも参加できるように、そういうハンディキャップの、いくつかのルールっていうのを考えてやるっていうのをやってましたよね。つまりこれはデコとボコが補うっ
っていうその共同性を別に誰から説教されなくても子どもたちがやるって、これはねまあ僕のまあゼミなどではよく個体発生は系統発生を模倣するっていうヘッケルの法則、これをね拡張して議論するんですよね。まあ受精卵が2分割4分割8分割16分割って分裂していく、この発生っていうんですけど、このね発生、まあ、ジェネシスのプロセスでは皆さんご存知のように、例えば最初エラがあって尻尾があって、でそれだんだん取れていってっていうふうにして、ちょうど、まあ、脊椎動物の進化のプロセスをねお腹の中で反復してるんですよね。で同じことはお腹から外に出てもあってね、子どもたちって実際母語が何て言うんだろう、英語国語日本語違った言葉で喋ってる人たちも子どもたちで集まるとね、もうしばらくすると仲良く遊び始めるってことがあるんですよね。だから子どもの言葉の習得が早いのはよく頭の柔らかさってこともあるけど、そうじゃなくて言葉が通じなくても一緒に遊べるっていうね、そういう感覚があるからです。これ誰から教わったわけでもないわけですよね。でことボコが補うっていうのも、その子どもたちがもともとあらかじめ知っているってことは、多分僕たちも大人たちも昔、古い時代には、言葉が通じなくてもある種の、まあ、掛け声のような発声で一つになれたし、さらに子どもたちのように何かハンディキャップがあればそれを補うようにね、まあ連帯して行動するってことがあったとすると、今だまあそれが壊れたってことですよね。で壊れたってことの中にはもちろん責任問題を横に置くとして、何が起こってるかっていうと、さっき安全便利快適なまあシステム、マーケットや行政がそこに入り込んだってこともあるし、でさらにそこで不安になった人間たちを仲間たちがねケアしてあげるんじゃなくて宗教教団に頼るっていうね、そういうことにもなっている。だから僕たち のある種の、連帯的な行動が空洞化した部分にさまざまなものが救っていて、でそれを僕らが良かれと思って選んでいるっていう事実を忘れてはいけないってことですね、うん、宮台さんは、うん、宗教に誘われたことないの？だって僕は反原理教徒というか、要するに78年に東大入りましたけど、当時はそういう大学では原理研があって反原理教徒というのがあって、まあ語学クラスの仲間たちがポツポツ、特に地方でエリートだったけど東大に入ってきてみたらただの人で勉強以外取り柄がなくてみたいな、でも東大、うん、でそういう奴らが、まあ、狙い撃ちされて勧誘されていくのをいかにして奪還するかっていうことをやってたんですよ。最初からそっち。そうですね。で当時はもうセクトの勧誘もあったし、うん、民生の勧誘もあったけど、だから僕はそれはある種勉強だと思っていちいち論破する。どんな勧誘でも全て民生の勧誘も論破するし、それ楽しいでしょ。めちゃくちゃ楽しかったですけど、うんうんうん、それが最初の論破の訓練でしたね。私も、うん、私も大学生時代がありまして、うん、しますよねその時日大です。全セクトや、うん、創価学会その他も、うん、来ましたよ、うん、で僕はその話を聞くのが楽しくて、うん、聞いてそれでいろいろ質問をぶつけてる間に相手は質問されてるとは思わないのね、うん、なんか自分たちが持ってる原理の欠点を指摘されてるという具合に感じるのか、うん、僕はおかげでその頃からずっと日本にいる間は党派に入ったこともないし、うん、宗教は九州の時代は浄土真宗のせがれでしたけれども、うん、それ以後宗教に関わりたくても関われなかったのね、うん、だからそういう経験は似たようなもんだなと思うんですけど、ね、そうですね。ただし僕はもう15年ぐらいクリスチャンなんです。洗礼と献身を受けているんですけど、だからそれはちょっと複雑な話があるのでね、また機会があったら言いますけど、はい、僕も向こうの刑務所にいる時に、うん、
クリスチャンになったんですよ。なるほど、うん、で僕はね、あの教会で神父の説教にあの疑問があったんで、あの説教は全部間違っていると思うっていうふうに言って、私僕は中学2年から聖書読んでるけどこういうふうに解釈するべきじゃないかって言ったら、神父様がいや実はその通りで、1962年にカトリック教会の聖職者たちの合意が変わった、まあそれ第二バチカン公会議っていうんですけれども、ただそれはあの信者には言えない、なぜかっていうと教会にも間違いがあるっていうことになってしまうということでね、なので宮台のような人間が聞いてきたらイエスと答えるっていうことには合意しているっていうふうに言われたんで、いやいや間違いを認めるっていうのを宗教がやるといいですよね、うん、そうですね、うんうん、でも教会って神の代理人なのでね、うん、いやいや君にも聞きたいけど宗教経験ないの、うん、僕は全然無宗教で、あのいや君はそうかもしれないけど、うん、あの勧誘されたり、あだから大学、僕の大学の時に、まあ、友達なよく遊んでた友達仲間でいて、でそしたら一人がその当時サンプラーっていう音を作る機材、うん、結構、まあ、そこそこ値段がするやつなんですけども、なんか友達が電話かかってきてサンプラー買ったからあのちょっと使い方分かんないから教えてよって言われて家に誘われたんですよ。で日曜日で、で僕その時ちょうど用事があったから、あ分かった分かった、あの買ったんだったら行くよって言って、今度じゃあの行くからって言って電話切って、さ次の日別の友達からあいつの電話絶対出んなって電話かかってきて、えどうしたのって言ったら、そのサンプラー買ったっつうから家に行ったんだよって言って、で家行ったらその中で彼女が着替えてるからちょっと喫茶店行こうって言われて、それで喫茶店に行ったらたまたまそこにその人の知り合いが2人いて、それでそしたら最近の世の中あのひどいことになってきたねみたいな話が始まり、それで実はでもそれを良くするための勉強会をやってるんだよねっていう話に、まあそのままなって、それでそのままこうある道場に連れて行かれて、でここでみんなで勉強してるからって言って入り口で名前と住所を書かされて、それも名前と住所を書かないと中入れないっていうんで名前と住所を書かされて、で中入ったらこうあの新しい人を連れてきましたっていう話をされ、それで、でまあ、そいつは友達だったから、いやお前友達にこんなことするのはひどいだろっていう話したら、うん、全てはお前のためだっていう、あなたが言ってるのは宗教経験じゃないじゃない、俳優経験ですね、いやいやあの宗教と出会う、僕はでも ねロンドンにいた頃は出口か知らないけど、ユダヤ人の地区に住んでたので、ああそう言ってたよね、うん、金曜日はあの家に呼ばれるとそのおじいちゃんがその一族の歴史を語ってくれるみたいなの、僕はこうあのキープって丸いのをかぶせられて、それで祈りをした後でこのユダヤ人の食事をいただくっていうのは割とちっちゃい頃にはやってましたね。でその時に同じ地区でユダヤ人ばっか住んでたんですけど、アラブ人の家族も住んでたんですよ。でも子供だから一緒に遊んでて、でサッカーやったり BMX 乗ったりとかしてたんですけども、いきなりそのアラブ人のやつとユダヤ人のやつが殴り合いの喧嘩をし始めて、ある日 何してんのって言ったら、まあ、その時がちょうど84年とかで、またイスラエルとパレスチナの関係がすごく悪くなって、でそのタイミングで親がそういう話をしているのが子供に言って、子供が殴り合いの喧嘩を始めるってことを、で僕はなんで喧嘩してるのかは最初分かんない、やめろよって言ったら、もうこいつだとは絶対に遊べないからみたいなこと言って、でしかもそのアラウジン一家が結局引っ越していなくなっちゃうんですよね。でその後その別の町で遊んでたそのアラウジン一家のお兄ちゃんと妹がいたんですけど、妹に会って、でなんであのどうしたのって言ったら、ごめんねしか 言ってもらえなくて、それでこうその時にはその時に何があったか僕は分かんなかったんだけども、うん、でもそれは全部そのイスラエルとパレスチナの戦争が、まあ、僕はロンドンにいたけども、ロンドンまで影響がそのまま来るんだっていうのが後になって分かったっていうのは、僕のまあそういった経験の最初だと思いますね。あの今ユダヤ教の話をされたのでね、ここにあの宗教にもいくつか種類があるっていうことをねちょっと知っていただく方がいいと思うんだけど、あのユダヤ教って民族宗教って呼ばれるんですね。なぜかっていうと、今ダースさんが紹介してくださったように、金曜の晩餐とか翌日のね、まあ、街道シナゴーグのですね集まりを通じてひたすらユダヤ的な生活形式を伝承し続けるんですよね。でそれをまあ一般には613の密話っていうんですけれども、だからあのこの生活形式を持っているユダヤ人にしか意味がないのがユダヤ教なんですね。
でところが、まあ、イエスがある時期出てきて613の三つ輪は神の言葉ではない、神の言葉はモーセの10回プラスアルファであるということを言うわけですね。でその結果そうか、生活形式イコール律法あるいは戒律、これを守ることが、その神への、忠誠心の証ではないと、まあ、イエスの言い方だとですね、神の命令を守れば救われるっていうふうにして神に這いつくばるということを神は実は望んでいないと、だってそれだと自分あるいは自分たちが救われるための善行善なる行いになりますよね。そうではなくてそこは重要ですよね。そうサマリア人の例えにあるようにこれ3つの福音書に書いてありますけれども、助けたいから助ける、でそこでその結果自分が律法を守ったんだから神様が取り立ててくれるだろうなと思うやつはいないって、ね、そういうやつこそが、誰もが隣人にしたいし神も祝福するのであるって発想なんですよね。でね、僕はこの教義はすごくいいと思うんだけど、ちょっとそれは別としてね、なぜ、この紀元の変わり目あたりにあとエッセネ派とかイエスのような人が出てきたのかっていうと、これよくあることです。それはねイスラエルの共同体が、昔の共同性ですよね、がなくなって階層文化も生じて、で戒律を守れ律法を守れっていうけど金持ちは守れるけど貧乏人はね、守れない、守っていたら生きていけないっていう、そういう、まあ、分裂や分断が生じたところに、つまり共同体に亀裂が入ったところにキリスト教が入ってくるんですよね。でこれは非常に重要なことでね、従来の生活形式が急速に崩れて、まあ、社会学でアノミーって言いますが、どうしていいか分からない人たちが出てくると、その人たちに、めがけて新しい宗教が出てくるっていう形式をここで確認することができるんですよね。でなのでカルト宗教に、いろんな問題をその奇跡するカルト宗教のせいだっていうふうに言うのは簡単なんだけど、どうして我々はその一部がカルト宗教を要求してしまうんだろうかってこともやっぱりよく考える必要があるということですね。で足立さんのこの今回の映画はすごく重要なのはね、確かに2002年に母親が破産しててね、でそれを非常に恨みに思っている、その前のお兄さんのエピソードいろんな恨みに思っている、でもその後の2022年までの20年間彼はロスジェネとして、映画でも描かれているように報われない生活をしてきたんですよね。でこれは加藤智大とかともよく似ている、あの秋葉原事件のね。でなので統一教会の怨念にだけ帰属するのは問題かもしれない。統一教会への怨念がなければ事件は起こらなかったと思います。でもね20年間のロスジェネ生活がなければやはりこの事件は起こらなかったと思います。でそういうふうにして、まあ、必要条件をね数え上げていくと、統一教会に対する恨みが全ての原因ではなくて、この社会で彼が、見放されていたということ、もちろん統治権力からも見放されていたけれども、近隣からも親族からも見放されていたということがやっぱ非常に重要になるんですね。でそういうところに宗教が入ってきてさらに分断を推し進めるということになるわけですよね。宗教が入ってくる構図、うん、まあ、まさにこの映画でもそうなんですけども、うん、まあ、父親の自殺があり、うん、そして母親がそのタイミングで、うん、まさにそのアノミーになっている状態に、うん、そこに救いを求める、それだったら救ってくれる、うん、でこの統一教会の教義で僕はこのあたりは映画の中でその母親という謎っていうのが、うん、ある種画面の中で描かれているっていう感じだと思うので、うん、そこもいろいろ興味深いんですけども、まあ、要はその統一教会の教義がその亡くなった先祖死んだ、うん、要は自分の関係者を救うっていう構造になっているっていうことに、そのある種その救いを求めてしまった背景が一つあるのかなっていうのはどうしても想像してしまうんですけども、でそれを山上ないし川上は見てるわけですよね。この宗教二世問題って、その生まれた時からそういった家に育っている宗教二世の方と、この山上みたいに途中で母親が入信して、しかも入信したきっかけはこれであろうっていうことも想像できてしまう場合、余計苦しいっていうのが、
もう当たり前所有のものとしてそういう家に育っているのと、なんで母親がこうなったのかっていうことが分かってしまうっていう点が、まあ、すごくこう複雑にしているっていうのが、まあ、背景としてあって、でそれを解決する方法っていうのが結局どこからも与えられないっていうのが、その20年後、まあ、その例えば就職すればとか学校行けばとか大学行けば何かしらそういった苦しみに対する答えがあるのかと思いきや全くなかった、うん、まあ、それがすごくこの映画、今回ね50分バージョンですけども、やっぱりそこは繰り返しその苦悩が描かれているっていうのはすごく大事だと思いますね、はい、だからこれもね、さっきのユダヤ教とのあるいはユダヤ人 の、 あの生活形式の絡みで理解すると分かりやすいですよね。あのユダヤ人とかあるいは中国の有力な家柄って血縁主義なんですよね。で血縁主義ってあの分かりやすく言うとですね、血縁のネットワーク上にあるというだけで、顔見知りであろうがなかろうが、あのそのまあリソースをシェアし、全面的なホスピタリティを見せていると。だからユダヤ人や中国人の有力な家の人たちが留学をしたりとか外でお仕事をしようとするときに単身乗り込むってことは絶対なくて、現地にあるネットワークを頼るし、で彼らは失敗してもいつでも帰ってこいっていう引力の中で実際帰って帰還して再びですねエネルギーをチャージしてリセットしてまたバトルフィールドにリエントリーしていくっていうね。だからこれがあのユダヤ人 の、 あの今や世界的な金融ネットワークになる背景なんですよね。その背後にあるのはホームあるいはホームグランホームベースの共同性と外での、まあ、バトルフィールドっていう厳密な区別があって、でそのバトルフィールドで戦うのはね個人の我欲のためじゃないんですよ、仲間にシェアするためっていうね。そこは大きい ね、 ね。でこれは日本には全くないでしょ今。昔遅延があった時にはまだあったけど、遅延っていうのは近代化でどん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 空洞化していっちゃうんですよね。だから日本の皆さん含めてホームベースありますか。困った時にバトルフィールドで傷ついた時に帰って、まあ、リターンしてリセットして再びバトルフィールドにリエントリーできるようなホームベースありますか。ないでしょ。だから日本人は永久にグローバル化競争に勝つことはないし、でさらに今後どん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 心を病み自力救済に勤しむ人たちも出てくることは間違いないということなんですね。ただそこが抜けてるでしょ、うんうん、だからもう遅延欠延もそこが抜けてしまってるわけですよね、はいはい、だからそこに対してどういう具合に僕らが今一緒にね、あの生きるというようなことが可能なのかという、そういう問題提起をしていかないといけないのかなとは思ってます、うん、で、お前せっかくなんでお前司会だろ、うん、だちょっと今あの、ね、分かると思います。話の、ね、切れ目がなくてどこで言っていいかで、今日ですあの会場にいろんな人がいるんでせっかくなんでちょっとその人たちの声を聞きたいと思います、まずですね死刑という著書がありながら、僕は死刑は反対だけど安倍だけは死刑になってもいいと思ってたと言っていた森達也さん、うん、これはなんかマイクを回していただく、ま、回します皆さん 僕が来てるの知ってる人は全部当たりますよ。何言えばいいですか、まあまあ、映画のこと言ってください。映画のことと、ね、国葬のこと、まあ、編集途中なのになぜ普通編集途中っていうのは長いんですよ。でも なぜ編集途中で50分なのかなと思ったけど、おそらくは、まあ、今日は足立さん出てきたけどあそこに何かが入ってくるんだろうなと本編ではと思ってます。あどうしよう こんなこと言っちゃ、もう終わっていいですか。もうごめん何を言えばいいか分かんなくなったけど、うん、森さん結構いろいろこの山上のこともメディアで発言してるじゃないですか。すごく、はい、うん、そんなでもないよ。そうでもない どうなんですか。ちなみに森さん安倍晋三が一番壊したものは何ですか。いやまあ普通多分誰もが日本の民主主義っていうでしょうけど、一番壊したもの
僕の平穏な生活を壊したもうこんなになんかもうねこの10年間先立って暮らしたことはないなと思ってもっと幸せな生活をしたかったと思います、うん、はい、以上です。はい、次の方。じゃあ次は近くにいるあの漫画家の石坂圭さん、うん、こんにちは、漫画家の石坂です。すごく楽しみにしてきました。あの事件最初にテレビで見たときに、うちではねでかしたって言ったんですね。あの私と夫はね山神様って呼んでます。で今日ね あんまり外で行っちゃいけないと思ってたんだが、これだけ同じ仲間がいるなと思って、もう共謀罪でもう一網打尽でここの連中捕まるなとかと思いながらですけど、非常に勇気づけられました。あの新鮮だったのはやっぱりあの映像で映画の作品として安倍晋三を見ることができたことです。これやっぱりね勇気がいるなというか、あそういうふうにしてテレビの映像も見ることができてなかったんだなということに気づかされました。あの監督でかしたなと思います。山上君の一撃で、その後の統一教会のニュースも、今自民党がガタついているのも、岸田さんが足元揺らいでいるのも、オリンピックのことも来ているのも、全部やっぱり蓋が飛んだ感じがするんですね、うん、あのこの映画も、さらにちょっといろいろとあの波動を起こしてくれることを楽しみにしています。ありがとうございます。あの足立さん、今回高間さんにもお前の撮る絵は情緒的なんだって言ってたけど、その情緒がダメなのは何だなんですか。あのなんていうか、高間が言えるからあんまり悪口は言わないけど、あのやっぱりねカメラマンっていうのは、あの現実にないものを撮るのがこういうあのドキュメンタリーじゃないからフィクションの映像なんだけど、どうしても自分がこう実在しない世界を再現するときに、どうしても美しく撮るというね、あの弱点があるのよカメラマンって、うん、まあ叙情的になっちゃうんですよね多分ね。あ、その通りだから、うん、高間さん叙情はやめてくれっていうのがあの僕の提案なんだけど、やっぱりどうしてもそういう具合にあの美しくなるんですね。でそれをあのどういう具合に全体像として山上を描くかっていうと、高間許せ、あのやっぱり山上密着映画であるから、山上を美しく撮らないというのが必要なんですよね。だけど寄り添ってしまうと美しくなるんだよね、うん、高間そうだろう、お前想像したよりなんかあの田本スラン君の姿が美しく映りすぎてるだろ。なんだけど高間さんマイクが多分行くと思いますけどまだ本編公開前だというのに、あいやすいません本当にまあその通りですね。まあ大島渚さんも言ってそうだけど、あのカメラマンはね、あの自分のあの情緒に慕って、撮ってるのに許せないっていうようなことを言ってたっていう話を聞いたことあるけど、まあそれと通じるものが渚さんにあるんじゃないかなって思いました。いろいろあの勉強させてもらいました。ありがとうございます。あのちなみに音楽もそういうふうに乱暴にやったんですけど、僕その京都で撮影してたんですけど、うん、足立さんから電話来て、お前京都にいるなら奈良近いだろと、うん、撮休の日に実景撮ってこいって言われて、うん、スマホでいいんだって言われて、うん、まあそう言いながら、お前んどこのカメラマン誰だって、うん、それこっちのカメラマンで撮らせるわけいかないじゃんみたいな、うん、で結局ですね、あの奈良まで行って実景撮ってきましたが、うん、使われてませんでしたすごい悲しかった。いやあの本編にはいや1カットや2カットは違った。お情けで、じゃあちょっと続いて会長、あの翻訳家の池田佳代子さん、すいません突然でよろしくお願いします。山上、え川上、うん、川上があの部屋で踊るとこありますよね、うん、あれが
私はすごい良かった。僕もすごい良かった。すごいですよね、あそこ。あのゾッとしました、うん、力を下ろす感じがすごいよね、うんうん、あの俳優さんはダンスができる方なんですか？すごく体がねできてるなっていう感じで、あそこにこうあの持っていく、そして最初にあの使ったニュース映像がまたこう出てっていうので、すごくあのよあそこがよかった、私は良かったです、うん、だけどあの同じアパートに、革命2世の女がいるっていうのが私はちょっとピンとこなかったいや、ああいう子はどこにでもいるんですよ、まあ、それで本当かよって、 あなたの後ろに私の娘が座ってますけど、うん、あれはもうそっくりそういうようなもんですよ。いやだから僕最初はあれお父さんは映画監督でって書いてたんですよ、うん、一行はそしたら足立さんがそこだけしっかり切ってきたんですよ、それ、うん、いいこと聞きましたねこれもちょっとあの言わせてもらえば、僕だから今日来て楽屋であの入場の時に待機しててね、であの娘さんがおにぎりを差し入れしてくれて、で僕あのすごいおいしくいただいたんですけど、その時に足立さんがあの見る前にちょっと謝っとかなきゃいけないことがあるんだけどつって言って、あの革命家2世っていうのが出てくるけどあんま怒らないでくれっていう話がどうでしたお嬢さん、革命家2世出てきて こんばんは、皆さんいらしていただきありがとうございます作品になってとても嬉しいです。あ、私はあの女優さんのような感じではないのでちょっと感じが似てなくもない気がしてちょっとゾッとしましたけど本編も楽しみにしております。ありがとうございます。怒ってないね。よかったですね。いやよかったそれは、ただね、あの映画の、ね、革命家にしてもそうだったけど、革命家を自称する人間に対する免疫はできますよね、うん、で本人が言ってるじゃないですか、うん、で僕は大学教員でメディアに出てるでしょ、うん、うちの娘たちは僕も完全免疫できてて、うん、偉そうに見えるやつって所詮こんなもんかみたいな感じですよね、うんうんうん、だからそういう意味で二世ってそういう面も本当はあるはずなんですよね、うんうん、あのね、うん、さっきからあの日本の社会そこ抜けてるって言うけどね、うん、やっぱりあの親子とか友達関係の中にはまだね、うんうん、ものすごいエネルギーのね渋滞みたいなものがこういっぱいあるから、うんうん、僕はそういうのはこの日本の社会変える可能性というか、うん、そういうエネルギーの姿になっていくんじゃないかなと思ったりはするんですね、うん、はい、だから僕もそこにしかもうあの頼みの綱がないので、うん、社会という荒野を仲間と生きるっていうタイトルの本もあるし、うん、それをずっと言ってきてるんですよね。だってここから先ね、国を頼れるとか役人を頼れるとかっていう状態になると思います？日本だけじゃなくていいと思うんだけれども、これはね、あの、まあ、今日は時間がないのであまり言うことができないけど、構造的にもう難しいんですそれはね、うん、でなので、自力救済は自力救済でも仲間で助け合うみたいな、だからそのさっきのね、あの音楽の話面白かったですね、あカメラの話あのそのカメラマン奈良に連れてこいみたいな、ね、そういうあの無茶を言って仲間同士って通ることもあるんですよね。でそれが素晴らしい。あの最近足立監督はすごく上品なんですけど、昔は僕のイベントに誘う時はですね、宮台来るよなって言ってとても断れる雰囲気ではないっていうねこれが仲間的な、仲間的なというか絆的な関係のいいところだなっていうふうに思う。でね、あのちょっと最後にっていうかね、あの僕ね星の話をしたいんですよ。で星で、あの一人だけに見える星ではなくて、星っていうのは重要なシンボルでね、みんなからも同じ星が見えるっていうことなんですよ。だから、映画ではオリオンの星とかって言ってましたっけ、まあ、アラブの星でも何でもいいんだけれども、あの昔は星がはっきり分かった、でも今は星が何なのか分からないっていうね、主人公が言うのはすごく象徴的だよね。つまりみんなで同じ星を見ることがない、みんなで、まあ、何か光を同じ光を見ることがない、だから星が分からないっていうことなんですよね。でしかし
この後に及んでっていうかね、これだけみんなが苦しい状況にあって、よく考えれば因果関係、何がどうなって自分たちがこうなっているってことが明らかであるのに、相変わらずですね、中国は悪魔だ、全社敵だ、男は敵だとかってですね、みんなもう好き勝手なことをギャー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 言ってる状態で、これで皆にね、どの人にとってもこれが星だ、つまり皆から見える星だっていうふうに言える状態にはならないんですよね。で、まあ社会学的に言うと、この右翼豚とかクソフェミ的なものっていうのは実は結果であって、安倍晋三もそうで結果なんですよね。どうしてああいう人が出てくるのか、ああいう人が力を持つのか、そういうまあ言葉の自動機械的なですね、ある種の症状的な、あのシンプトマティックな言説が力を持つのかっていうと、それは僕たちがもう仲間を失っていて、仲間でやっぱ同じ光を見ることがもうないからですよね。ちょっとご都合主義的に、いろんなところからつまみ食いしてきて、自分に好都合な世界観を作ると。で、実はそうしたところにカルト宗教もまたすごくですね、役立つことになるっていうね。だから星、だから星をもう一度取り戻そうっていうのが、実は仲間を取り戻そう、同じ光を見る、仲間を取り戻そうっていうメッセージにつながっているということで、実は素晴らしいんですね、あのメタフォリカルな構造として。ちなみにですね、これタイトル会議をやったんですけど、足立さんが出したタイトルは星に天なるだったんです、うん、ちょっとそれこそ叙情的じゃないと言って、なんか少女漫画のようで反対にあってレボリューションプラスワンになっちゃいましたが、うん、はい、なるほど。だからちょっと、あ、でもね、川上が星になりたいって思うっていうのは、やっぱり誰からも見られない存在である自分っていうのが、うん、みんなに見られる可能性のある星になるっていう希望を持つっていうのは、うん、すごくそこもつながってくる話ですよね、うん、まあ、僕ね、この映画って本当に上映される前にこんなに評判の悪い映画あるのかっていうぐらい、世間でね、こう見てない人からの悪口がすごいみたいなね。あ、そうなんだ、うん、で、僕はすごいいいことだと思っていて、うん、やっぱりだって何かを語る人が本質見てないでものを語ってる人が偉そうにしてるっていうのがすごく可視化されてて、だって頭腐ってるじゃない、見てないで言ってるって見てないで言ってるとかね、すごいなと思って、うんうん、で、あと今日ね、この会場もまあ100人のとこ150人ぐらいもう入れちゃったっていうね、もうぎゅうぎゅうなんですけども、まあ本当いろんな年齢層も含めていろんな方が来ていて、うん、でこれも国葬反対は高齢者ばかりだとかって言ってる人がいたんですけど、うん、賛成してるのが麻生さんとか二階さんでしょ、うん、どっちがじいさんなんだっていう、うんうん、だから本当そういった空中戦みたいなものがいろいろと本質的なことをそれこそ避けて見ないで喋った方が楽ですからねっていう状況がある中で、まあ、この映画をこのタイミングで公開して突きつけるっていうのがやっぱりすごく改めて大事なことだなっていうのをね、思いました。なのでそこが荒井さんのエネルギーだと思うし、でそういったエネルギーがボツボツと今湧き起こってくる時代背景になってきてるのは、それは宮台さんが説明しているような、もうバラバラになって国も頼れないってなった時って、やっぱりエネルギーが湧いてくる状態、僕はそれが乱世だっていうふうに言ってるんですけども、ここまでバラバラなんだよね、うんうん、これからでしょ、うん、これからだからすごいエネルギーがいろいろ出てくるっていうのの一つのね、塊だと思いますね。そう、僕の師匠の小室直樹も、社会にダメ、社会がダメになると人が輝くっていうんだよね。でそれまでは社会あるいはシステムに依存できてたものが、システムあるいは社会がバラバラになり空洞化していくと、やっぱり人を頼る、あるいは人を頼りにさせるっていうことが非常に重要になってくるんですよね。でこのね作品、僕すごく素晴らしいと思うのは、この山上容疑者がどういう境遇に置かれていたのかっていうことをね、一つのパッケージされた作品として、まあ一部デフォルメされていようがね、パッケージとして残すってことがすごい重要で、かつて安倍銃殺が起こったその容疑者ってどんな境遇に置かれていたのか、はい、それは足立さんのレボリューションプラスワンを見れば大体わかるよって言えるようになっている。こんなに歴史的に重要な偉業はないと思いますよ。だから僕は本当に素晴らしいと思います、うん、多分皆さん褒めた意見なんで悪口言いたくて手ぐすね引いてる人がいると思うんで、足立さんの、まあ、弟子で僕の師匠である新井春彦さん、お待たせしました新井さん大丈夫ですね、当然来ると思って考えてますよね。
んな敵に回すにはなんだけど。え？完成尺数は何分なの？1時間まあ多分65分から70ぐらいじゃないですか。いやいやそんなに短くない、ね、そんなないもうちょいあります、うん、あと20分、うん、あのね省いたのは30分ぐらいあるから、じゃあ80時間半以内だよ。あと30分に期待したいと思います。今日見たのは再現ドラマ以上のものじゃありません。映画としては全然面白くない。新聞やテレビでやってる情報なぞっただけです。あと30分あ勉強にならなかった。映画にしてください。うん勉強ならない。はいありがとうございます。じゃあいいですか新井さんもそれで、じゃあですねあのネット上で、高間さんの紹介で金子修介監督や三谷幸喜監督の、撮影をしている高間健二さんって書かれたのを誤読して金子修介さんが撮影しているとネットで炎上してしまった金子修介監督お願いします。そんなことがすごいな。そうなんですよ金子さん炎上したんですよねそれで。いや炎上というほどじゃないですよ。あの今おっしゃる通りあのごく一部であの金子修介がカメラを回したという噂が。あ金子です。どうも。叙情的にな感じで、ソラン君はあの魅力的だなと思いました。だから高間さんのカメラも叙情的かなと思いましたし、あとあの情報としてあの安倍さんが、イベントで演説してるのがあこんなに長かったのかって、もっと長いんですよ本当は。ビデオメッセージ、ビデオメッセージ、はいはうん、あれがもっと聞きたいなっていう感じがいたしました。あの今年の年頭の、日本映画はなぜ政治を描かないのかっていうイベントで足立さんが、まあ、ちゃんとやれって最後にあの、あのどやされたっていうのを思い出しまして、あの、あこういうことかと勉強いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、目の前にいる桐藤氏理作さんお願いします。ここにいます。いや僕は足立さんとも宮台さんとも初めてお会いしたのがこのロフトプラスワンのトークショーの時の楽屋で、で、宮台さんが足立さんの前で湯気池二度目の処女の先ほど話題に出たあのママ僕出かけるの詩を完全にそらんじたっていうのがものすごく僕は思い出に残ってて、その同じ空間で足立さんのこのような新作を見れるのがすごく感激です。でこの映画の存在を知って、まあ、足立さんにも電話して、今日のことを知ったんですけれども、やがてあそこに、ま、貼ってあるあのビジュアルがネットで公開された時に僕は震撼しました。あの映画を見る前です。映画を見る前にこの一枚の写真でまず震撼しました。それは何かっていうと、あの彼が持っている銃はカメラに偽造した銃なわけですよね。で撮影の人材のふりをして彼は入っていってそれを撃った。でそのことは情報としては知っていた。でそのことは足立さんが映画にするっていうことも情報としては、知っていた。だけどあれを見た時にあそうだよな、カメラが銃であり銃がカメラである。でそのことを知った瞬間、これは足立さんが、例えばネットではいろいろ悪口を言う人もいます、あの足立さんがなんでこんな映画を作るんだ、足立正夫って何者だとかいう人がいる。いやそうじゃないんだ、これを見た時にこれは映画にすべきことなんだっていうふうに思ったんですよね。でその瞬間下の方にスクロールしていったら田本ソランさんが誰かがやるんだったら俺がやるって言ってたんですよ、うん、それを読んだ時にもう雷が走ったかのように、
これは僕はもう見るべき映画なんだというふうにこう思いました。それで実際に映画を見た時にまあ、以前足立さんに勧められてみたオマールの壁のようにその国情は違えど、まあ、要するに目の前に壁があってその壁を突破できないで生きている人っていうのがいる。で星っていうのはキラキラした綺麗な星、ロマンティシズムっていうことだけじゃなくってその壁にうがたれた弾痕なんだと僕は思ってて、その弾痕の向こうからこっちを見てる目もあるんだよ。でそのことを俺たちは知らなきゃいけないっていうふうに思って、映画を見ていくうちに、でもなんだか知らないけど解放されていく自分がいる。どんどん彼が他の選択肢がなくなってあるああいう行動にまで追い詰められている過程を描いている映画であるはずなのに、どんどんなんか自分が解放されていくような不思議な感じがしました。そしてそれをどういうふうに受け止めていいか分かんなかったら足立さんが出てきた画面に、そしてあそうかと思った。これは、まあ、佐々木宏久さんがラッシュを公開するのかとか、それは映画監督としてどうなのって言ったけど、いやそうじゃないんだ、今今日とか明日とかに見れてるこのバージョンっていうものが一つの今見れるこの過程なんだっていうことを分かって、そして完成された作品っていうものはさらにまた別の過程の作品がまた見れるんだっていうふうに、また作新していくことができるんだっていうふうに思いました。で新井さんの感想に近いものも、でも一方で僕は感じました。なんか爽やかだ、なんでこんな爽やかな気持ちになってしまうんだ。でなんかもっと違和感っていうか、ちょっと気持ちが悪い、なんで変なものを手渡されたんだっていうようなものは残りの何十分間にあるんじゃないかということを、僕は期待して、終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、この映画、撮影現場に2度も3度も足を運んでくれてですね、この映画の宣伝番長のように応援してくれました東京新聞望月磯子さん、お願いします。すいません呼ばれてもらわなかった。一番初めに井上さんが初期の台本叩き台なのかな、うん、3日で考えてその後1ヶ月ぐらい遂行を重ねたというのを見て、うんうん、初め結構ラストの割と重要なシーンを私は見落としていて、でただ山上容疑者のやっぱり壮絶なその人生っていうのは皆さん文春も含めてね、いろんな報道を見て読むたびにすごく胸が痛くて、私とは全く生い立ちも違う、でも多分同じ状況に置かれてたら彼のようにまっすぐ進めたかなって、まあ、それは足立さんが決していいことをやったわけじゃないけれど、自分の苦しみに、まあ愚直に向き合い続けた、まあ、酒に逃げたり女に逃げたりタバコに逃げなかったっていう、その彼のまっすぐな軌跡はやっぱり自分が投げられた側として描いてあげたいって話をしてて、で私もその決して肯定はできないんですけども、やはりその彼のまっすぐさと、そして彼に誰も手を差し伸べ、結果として誰も彼をその殺人に向かうことを止められなかったこの社会の責任だし、そしてまあメディアも全くと言っていいほど統一教会問題を2009年以降取り上げなかった、だからその責任はやっぱり私にもあるんだなっていうのを痛感しました。それでこの何年かやっぱ安倍菅政権見てきて本当にメディアが萎縮してしまって、まあ、私が聞いてることって普通のことなんだけれど、なんかそれがすごく異常に、あ、ようやく聞いてくれた記者が出てきたみたいに取り上げられて、でもみんなもっと本当は聞きたいこと心の中にあって、足立さんが言うように若い人も中堅の人たちももっともっと自分自身が考えてること思うことがあるのに、それを全くこう真綿に首を絞められているように表現できなくなってる。だからその今回のメッセージはどちらかというと若い人、ずっと真綿で首を絞められるように本当はもっといろいろ表現したいのに、そういう人たちにもっと自由でいていいんだよと、もっと自分自身に素直に生きてほしいという、そういうこうレボリューションプラスワンって、自分は、まあ、失敗ではないんですよね、足立さん、失敗と私が原稿に書いてしまったら怒ってしまったんですけど、失敗じゃない、いや俺は怒ってないよ、怒ってないですか、まあ、革命を、まあ、やり遂げられなかった、だけどその次の世代に今の若い人たちにはそのプラスワンレボリューションできなかった自分の世代から次の世代にやはりバトンを渡して、その彼らの中での新たなレボリューションを見つけてほしいという、まあ、さっきはね
実は本当に考えたタイトルは跳ねられてしまったということなんですけど、まあ、そういうメッセージを聞いて、そしてそのラスト の皆さんまだ見てないんで、これからできていくだろうシーンも含めて、これは決してその単に悲劇とか悲しい話にやっぱり終わらせ、現実の世界では終わらせたくないし、今日はここ来る前に総掛かり行動の、小田急前のデモを見てきたんですけれど、まあ、想像初めてあれだけ多くの多分保守の人も結構いただろうなと、令和の時かなりすごかったデモを見たんですけど、それの3倍ぐらいの規模で、いろんな人がやはり総掛かりに集まって国葬反対を唱えてました。やっぱりメディアもそうですけれど、萎縮してきて、本当はもっと怒ってもいいし、もっと社会を変えるために私たちは一歩一歩踏み込んでいけるのに、それをどっかで自粛してしまった、忖度して萎縮してしまってたってことがすごくあったと思います。まあ、そういう意味で今日の足立さんの、まあ、映画っていうのはそこをもっと突破していけと。できっかけとしては全くいいことではなかったけれど、安倍さんが悲劇の、まあ 銃殺死という状況になってしまった。でもこの悲劇をこれからやっぱり希望に変えていかなきゃいけないんだと。だからそういう意味ですごく力をもらえた映画でした。これを83歳の、方にやらせてしまった。本当は私世代の、ね、40代50代がもっともっと元気にならなきゃいけないのに、その川村さんというプロデューサーが亡くなったこともそうなんですけれど、私よりずっと上の2人がこういう映画で、お前らしっかりしろと、背中を叩いてくれたなと思うので、本当に重くメッセージを受け止めて、まさに朝日新聞含めて、ね、メディアがまだ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 萎縮していると思います。だからもっともっと戦えるように頑張りたいと思います。本当ありがとうございました。ありがとうございました。もうだって今朝日新聞を評価してるのは花田さんぐらいですからね。どちらかというとね、うん、で森さんがさっき民主主義、安倍さんが壊したのは民主主義だっていう話をされていて、で僕ね、僕は日本は民主主義国家ではないと思っていて、でこの間も沖縄の県知事選に僕は行ってたんですけれども、まあ、辺野古の県民投票7割が辺野古新基地反対っていう民意は、まあ、その時に示していたけど、じゃあその時に政府はどう対応したかっていうのと、その時の政府の対応に対して本来主権者である僕らがどう対応したのかっていうことを考えた時に、もうすでに民主主義なんてものは日本にはない。で今回も国葬反対が6割なのに止められないのかっていうけど、そんなの7割の辺野古がそのまんまで誰も何も言わなかったじゃないかっていうのと状況は全く一緒だと思うんですよね。ただもしそこにレボリューションがあり得るとしたら、民主主義国家になるための革命はもしかしたら必要かもしれないっていうのはこの映画のなんか一つ のテーマかなというふうには思いました。はい、民主主義を多数決だというふうに教えてるのが日本のダメなところなんだよね。で民主主義は多数決だと理解されると集具政治に陥るっていうのはまあ、ギリシャの東辺追放以来僕らよく知っていることなんだよね。じゃあ民主主義って何なのかってことはジャン・ジャック・ルソーが社会契約論で書いている通りだ。つまり、みんなで決めるんだけど、その時に分としての自分はいいけど、あの人はどうなるんだ、この人はどうなるんだっていうふうに考えることができる時、つまりこれを彼はピティエって言ってるんだけど、まあ、英語でピティとかあるいはイタリア語のピエタとかと同じことなんだけど、これは単なる哀れみってことじゃなくて、自分以外の人間たちがどうなるのかってことが想像できて気にかけることができるという条件で話し合いあるいは決定に臨むということが民主主義の条件なんだよね。で日本のように特に若い人はとりわけ政治の話題はタブーなんだよね、 KY だということで。で政治に関する議論ができなければ、例えばある決定について誰がどういう思いを抱くのかとかどうなるのかということを想像することができない状態ですよね。だからその意味でダースさんがおっしゃったように安倍新造氏以前から実は日本は民主主義は機能していなかったということは間違いのないことだというふうに思います。ピティエがないから岸田さんは国全体でとか言っちゃうんですよ、うん、簡単にね、うん、で確認もしてないでみんなの気持ちが分かるっていうふうに鈍感に言ってしまえるっていうのが国葬とは何ですかって聞かれてね、はいはい、うん、国全体で弔意を示すで国全体で弔意を示すっていうのを途中から説明から省くっていうね、うん、つつかれると答えられなくなるからって言って、うん、だから明日行われる国葬儀なるものは岸田さんが勝手にやるやつですから、うん、で岸田さんが勝手にやるやつが国民の税金で使ってやるっていうね、うん、まあ最初に足立監督が粉砕って言いましたけどもう実は粉々なんですよね、うん、そうですね、まあ、筋を言うとあれは内閣葬なんです。内閣葬に言霊的な粉飾をするために国葬とか国葬儀という名前を勝手につけただけの話でね、所詮はもともと国会の議論をしなくていいというのは内閣葬ということです、うん、だから内閣設置法だけが、根拠法になる、
内閣設置法っていうのはまさに内閣の議についてのみ正当化できる法律の枠組みなのでね、あれは国葬、あれ国葬儀というけど実際には内閣葬です、所詮は。だから葬儀委員長が、岸田総理なんですよね。国葬の場合総理大臣ではない人がですね、葬儀委員長になるのが普通だと考えてくださいね。でそれは党派的なものだとか、あるいは多数派と議員内閣制の権力を持つ人間がやるものではないということを明示するためには、内閣の総理大臣ではない人が、葬儀委員長であるべきなんだよね。でもただの内閣葬だからそれができなかった。だからあれが国葬だという前提で議論している時点でね、もうちょっと筋が悪いなというふうに思いますが、で、まあ、それをはっきり言ってるのは木村聡太さんと僕だよね。2人はずっと前からこれは内閣葬だっていうふうに言ってますけれどもね、はい、もう、会場からの意見とりあえずこっち側から示すの最後ですけど、金平さんまだいらっしゃいます？あ、帰りました。じゃあ、私さんどうします？会場から質疑応答しますか？いや、なんか言いたい人とかいたら。じゃあちょっと僕最後に一つことだけだけね、ね、確かにね、ウィークエンダー的な再現映像の面があるかもしれない。でもね、僕はね、学芸大で申し上げたけど、この映画はねものすごいカタルシスがある、そうすっきりしすぎているっておっしゃい方もあったけど、そうすっきりしているしすぎているぐらいにカタルシスがあるんですよ。でもね、この作品が15年前に公開されたらカタルシスがあっただろうか？多分なかったです。つまりね、何がカタルシスあるいはカタルシスであることによって娯楽になるのかっていうのは時代の関数なんですよね。だから例えばさっき申し上げたように冒頭に69年だったらこれやっぱカタルシスイコール娯楽になった。でその後これがカタルシスや娯楽になる時代っていうのは長らくなかったんですよ。だけど今再び似た構造の作品が、カタルシスイコール娯楽になるということはね、つまり僕らは時代の文脈に注目するべきなんだというふうに思うんですね。その意味でこの作品は非常に重要だと思います。なんか質問の方多い、どうですか、何か質問とかあります？はじめまして、断食芸人エキストラで参加させていただきました。エキストラというのは増井孝道と申します。映画すごく良かったです。ぜひですね、拘置所とか留置所にちょっとお手紙を書いて山上容疑者とに接見して、監督と山上容疑者のその会話っていうのをちょっと体験記みたいなのを感じたかったので、またそういう行動をしてもらいたいなと思ってるんですが、どうでしょうか？いや、僕は関わらない方がいいでしょう、第一巻ね。で、なぜかっていうと彼自身が迷惑するんじゃないかっていうのが基本なんですね。でまた元テロリストみたいなものがなんか今日のテロリストと文通してるとかねそういうようなね、言葉にするとなかなかのインパクトでしたね今のね、そういうような今風のどうでもいいことに、落とし込められていく。で山上さんはそういうことは一番彼にとっては苦痛以外の何者でもないだろうという具合に僕は見ています。ですから妹が山上さんに漫画を差し入れたっていうニュースを聞いただけで、いや実は本編の方の映画の最後の方にそういうのも入ってるんですけれども、いや僕はそういう具合に最後してたら後でニュースがそういう具合に聞こえてきて、これはもうこれ以上何も触らない方がいいだろうなと。むしろ彼自身は今星になれたかどうかなんか考えてるわけじゃないですからね。以上、ありがとうございました。はい、他、伊達さん、
あ、すいません、伊達と申します。足立さんの映画にしては、あの最後のね、妹さんのあの何とも言えないエクスキューズはね、非常に引っかかってるんですよ。つまりあの妹さんたちはね、兄貴にやらしたのはあんたたちじゃないか、なぜあんたたちがやんなかったんだと、全部兄貴にやらしてみんな、あ、よかったよかったって騒いでるだけじゃないかと、ね、これは監督に対して含めて、あれだけ安倍政治反対、安倍を倒せと言った人は誰一人やらなかった、ただ山上、ね、川上がやった。そして妹さんも、兄貴やらしてこの映画を見てるあなたたちは一体どうしたかったの、なぜ安倍を殺さなかったのと、本当はこの映画で問いかけてほしいなと、これは自分に対してもそうですけども思っています、ということです。なかなかいいテーマですね。あの実際に、僕なんか今まで作っていたのは、山上が安倍を殺しただけで統一教会も潰せない、からこの底が抜けた政治家どもの政治状況も変えれないということになればね、妹は即国会爆破やね、何かに進んでいくでしょう。だけどそこにはそれぞれの、あの本当は溜まってるエネルギーをもう一回ね、持ち出せるという可能性を僕の方は信じてるから、なんか迂回してるように見えて、じゃあ あそこで武道館をね、妹が爆破に行って終わりにするっていうのは、僕のこれまで書いていたシナリオみたいなもんですね。いやいや、実際今回もそういうシナリオだったんですよ、うん、ちょっといろんな反対にあっていや反対にあったということじゃなくて、そこで終わりきれないものをやっぱり問いたいっていうのがあるんですよ。だからさっき見ていただいたイベント用の編集でも自分で登場したように、妹自身がカメラに向かって話すなんて、これは映画の禁じ手であってね、そんなことやって何するんだっていうようなものなんですね。新井さんなんかに言わせれば、あの映画じゃなくなったのがあそこだとかちゃんと言うでしょう。だけれどもそれでもそういう具合にしたかったっていうのがあるんですね。以上、みんなで反省したらいいじゃないですか、うん、まあ、僕は国葬当日に国葬を爆破するっていうのが意味があると思ってかなりこだわったんですけど、まあ、はっきり言えばあれ追殺なんですよ。足立さんが書いて、足立さん家ですもんね、あれ。なんで俺ん家だっていう必要があるんだ。いやいや、要するにそれぐらい追殺だったと言いたいだけで、まあだから伊達さんが思ったこと本当にその通りだと思うんですけど、そうか、僕なんか非常にそこは自分じゃないんで、ああそうかと思いました。そんな僕は嫌いになれないなっていうふうに身内褒めすると気持ち悪いですね。はい、すいません、次質問何かある方。あそこです。足原と申します。すみません、率直、映画本編というか率直な質問なんですけど、今日なんで短縮版なんですか、上映するの。先ほど森さんもおっしゃってましたけど、編集前ということだったんで、ちょっと長めのバージョンとか編集がちょっと荒いのかなぐらいに思ったんですけど、がっつり短縮版を公開にした理由をちょっと興味があったなと思いまして、お願いします。単純でしょう。今日明日にこうやって人に見てもらいたい、国葬にぶつけるというためにそれを作りました。で、完成版っていうのは大して変わりはないよって言ってるけれども、それは変わりはあるでしょう。さっきから言ってる50分のものと1時間半のものの差はあると思いますね。ただ私らはこの映画を作るときには国葬にぶち当てるということが一つのテーマでもあったということが理由です。すみません、なんかわざと短くしたのが逆に手間じゃないかなと思ったんで、もっと未編集のものを出して、だ長いバージョンのものを出してくれるかなと思って、あえてその細かく時間がないという中であえて短いバージョンにその編集してこだわったの。いやいや、そういうことではないですね。だからあなたがやるときはそうしたらいい。これは私が監督した作品であり、
今見てもらうのはこういうのがいいと。文句あるか。なかなか質問封じとしてはなかなかいい。他もうそろそろお時間ですが、なんかここに女性の人初めて一人。あ、はい、はい、女性の方。素人としてはどうぞ。はい、え、そこのベレー帽みたいなかぶってらっしゃる方。はい、こちらになります。今日はあの素晴らしい映画をどうもありがとうございました。佐藤と申します。2つ実はあるんですけど、1つ目は、多分私初めて映画の中で、岸信介が出てくるというか、あのこう画像として出てくるのを、ドキュメンタリーとかで当時の写真とかだったらあるかもしれないですけども、こうやって改めて写してるっていうのは初めて見た気がするんですね。で、あの時の部屋の中に貼ってあったポスターというか写真は安倍晋三と岸信介とあと文鮮明の妻、その3つでしたけれども、その3つを選ばれる時に、まあ、他の、登場人物とかも考えられたのか、やはりあの3人がどうしても必要だったというか中心だったのか、それは監督に伺いたいことです。それからもう一つは、今日この映画、私が想像したよりずっと広い文脈を扱っていて、その共同性の不在がその山上川上をこのようなあのことに駆り立ててしまった。で、それが、まあ、実際私たちが今生きている社会の現実なんだっていう話があったんですけれども、映画の中で、その家族がどんどんバラバラになって壊されていく。で、あのバックグラウンドにお母さんがその愛が中心にあって家族を作り上げていくみたいな、その、制約、宗教的な制約っていうのを唱えるのが何度も何度も出てくるんですよね。で、その落差っていうのはすごく大きくて、ただそれが、実はそのそれこそあの自民党の改憲案の中に入っている家族の義務として助け合わなくてければならないっていう義務で、結び合わされた家族っていうのと、その先ほど皆さんがおっしゃってたような共同体、その思いやる人を思いやって、あのいろんな人たちを、自分たちと違ってハンディキャップのある人たちも受け入れていくっていう形でこうあの包み込んでいくみたいな共同性っていうと、すごく対照的なんだけれども、でも家族ってすごく愛とかその共同性の霊みたいな風に扱われてるって、すごく危ないものだと思うんですね。で、共同性がここにあるっていう風にあの押し付けようとしてくる。で、実際に自発的に出てくるものではない。そこら辺のこの曖昧さみたいなのが狙われているのかな。それがその先ほど言ったような画像ですごく表されているような気がしたんですね。で、そこについては、まあ、実際にこの映画から私たちが学べることとして、どういうふうにその共同性と家族の折り合いっていうのを考えていけばいいのか、もしご意見がありましたらお願いします。非常に重要な2点の質問ですね。あの映像の中で、映像っていうのは説得力があるから、この安倍が始まったのは岸から始まってるというのを基本に僕は考えてるんですね。歴史解釈もいろいろあるかもしれないし、実は私なんかが20歳ぐらいの時は日米安保条約を岸が強行採決した時で、デモをやりながら岸を殺せっていうのを、全学連のデモが岸を殺せっていうところまで行ったりしたんですね。で、その頃から考えても、その後の自民党政治と、それからまあ勝共連合に始まる笹川岸、笹川の同僚たち、大きな勝者を作った人たちもいましたけれども、みんな裏切り者ですよ、そういう意味で言えば。で、僕は右翼以上に日本というのを美化することはできないけれども、本当に日本を売っ払った人々ですよ。で、そのことを基本に置いてるから、じゃあ
文鮮明というのが何者だったのかっていうのは、むしろ彼らとその番頭みたいな手先としてやっていただろうというのが基本にあるわけですね。宗教に全く関係ないところからスタートして宗教を名乗ってやるというのが、これはもう詐欺以外の何でもないわけで、信仰心なんてのは後で作り上げたものでも、いやそれでも本当に信仰心がある人がいればいいけれども、そうじゃないだろうというのが基本に僕の発想です。ですから映像の中にはその三者は絶対省けないし、実際に別に安倍一族を僕は呪ってるわけではないんですけれども、安倍一族というより岸一族をね呪ってるわけではないけど、日本の政治をダメにしていた張本人たちのこう列が並んでるわけですね。そういうことをまあ一応明確に出せるとしたらそういうことだという具合に考えてきました。それから美しい日本なんて勝手に言うなっていうのが安倍に対しては言えるわけですね。つまり美しい日本って何なんだと、じゃあ家庭の愛って何なんだと、あるいは愛って何なんだと、やつら本気で考えたことあんのかと。つまりキャンペーン用の言葉を言ってるから、それこそ最も重要な、いや宮台さんやダウさんがさっきから言ってるけれども、本当に今これだけ底抜けにダメになってる社会の中で、本当に家族の絆とか愛とかいうようなことが本当にみんなが問えるほどの基盤があるかって、それもなくなってる。そこまで壊しすぎた。それは統一教会の愛に対する縛りとかね、それは宗教上の中身はゼロのそういうルールがあったりするけれども、そういうことはまだ小さいと、まだまだ小さいと。だからその詐欺を許していた政治の側の問題がやっぱり一番大きいと思うわけですね。ですからいたずらに愛とか美しい国とか勝手に言うなというところへ話を持っていきたいなと思ってる。それが2つ目のことに対する僕なりの思いです。いやちょっと補足しますね、1970年代にね、反日武装戦線狼のテロをきっかけにして、一水会っていうのができるわけです。でそれ以降新右翼、ネオあるいはニュー右翼、ライトウィングっていうのが出てくるんですけども、鈴木邦夫さんがおっしゃるように、この新右翼っていうのは真実の右翼っていう掛け言葉でもある。でそれはどういうことかっていうと、これはね西郷隆盛やアジア主義まで遡ることだけれども要するにヨーロッパ、欧米のケツをなめてそれと同じになることっていうのは、確かに強国になることだけど、それは日本で亡くなることと同じではないかっていう危惧があったんですね。でこれは明治時代の結構早い頃からあった。で次にですね、時代は飛びます。いろんなことを喋んなきゃいけないけど本当はね、実はですね、戦前、親米を主張していた右翼って赤尾瓶だけだったんですね。で赤尾瓶っていうのは当時右翼の間からはもうこれ扱いされてた。つまり右翼っていうのはもともと戦後であれば反米であるしかないっていうのがもともと右翼の伝統なんですね。ところが親米右翼なるものが右翼の基本だと思われるようになってしまった。でこれはね、小林義則さんなんかも、ある時期、新しい歴史教科書を作る会を離脱するときに、何なんだこの、僕の言葉で言えばケツなめ右翼は、ね、アメリカとのことについては一切ネガティブなことが言えないっていうね、みんな口をつぐんじゃう、凍っちゃうっていうね。でこんな右翼があるのか、これはおっしゃる通りですよね。でただし、例えばですね、吉田茂氏、白洲次郎図式っていうのがあってね、戦略的対米追従っていう考え方は特に自由党にはあったんです。でそれは戦後日本の国力が乏しい時に、軍事に振り向ける力を経済に振り向ける必要がある、そのために基地を貸してアメリカに軍事を手伝ってもらおうって、これが戦略的対米追従による軽武装、
台北追従っていう図式なんですよね。ところがいろんな歴史的ないきさつからこの戦略が放棄されて、その思考停止的にアメリカについて行けばいいことがありますみたいになっちゃって、アメリカに物が言えない、そんな保守や右翼がありますかってことです。でこれはもう当たり前のこととして頭に置いてほしいということです。あとね、2番目の話ではね、この安倍さんのビデオ、ビデオレターというかですね、メッセージの中に、ね、人の在り方は国によって強制されるべきものではありませんと言ってたでしょ。なんていうか、僕おしっこ漏れそうになりました。だって国によって愛国や道徳を強制しようとしてたじゃない、安倍一派、日本会議一派、統一教会一派はさ、何なんだこの二枚舌はってことですよね。で皆さんご存知のように三島由紀夫は愛国教育に強く反対していた。それはなぜかというと、日本人は一夜にして天皇主義者から民主主義者に豹変したからです。でその背後にあるのはね、一番病だっていうんですよね。僕こそが一番の天皇主義者です、はい、ちょっと状況が変わったら、はい、僕こそが一番の民主主義者です、はい、僕こそが一番のフェミニストです。これを三島由紀夫は空っぽって言ったんですよ。で愛国教育は空っぽな一番病を作り出すから良くないって言ったんです。意味わかりますよね。つまり愛は、あるいは絆は内から湧き上がる力であるべきなんです。それは愛国であれ愛家族であれ全て同じですよね。ですると問題は、なんでそういう、内から湧き上がる力が我々になくなったんだろう、つまり底抜けになってしまったんだろうということです。でそれは残念だけれども、僕の言う日本人の劣等性です。でそれは遅延的にトゥギャザーでいないと、つまりサルモの日々に疎しっていう言葉に象徴されるように、ああもういなくなっちゃったんだから関係ないやってなるのが、もともと日本の地政学的に裏付けられた国民性なんですよね。でも昔と違って近代化が進み産業化が進むと人の流動性が激しくなるよね。そしたら同じ人とずっと一緒にいることによって働く遅延っていうのは働かなくなるんです。でこれはもう70年代80、まあ正確に言うと60年代からだんだん働かなくなって今日に至ってるんですよね。で遅延をただなすがままに崩壊させてきたのは誰でしょうね。デベロッパーですか、経済人ですか、政治家ですか。そうじゃないですよね。僕たちの街も大きなバイパスができて大きなショッピングモールができればいいやっていうふうにして、これヨーロッパと対照的だよね。ヨーロッパには規範や価値観があるので安全便利快適であっても、人間の絆を壊すような、そういう営みは対外にした方がいいよねってものですよね。まあ、スローフード運動が1986年から、まあ、イタリアのブラっていう街で始まってヨーロッパ中に一挙に広がっていったのは、ヨーロッパにはもともとそういう価値観があるからですね。価値観って分かりますか、状況が変わってもこの構えを貫徹するぞっていう意思のことです。で日本にはその価値観がない代わりに、お調子よく、あなんか時代変わったんだからアップデート しましょう、僕はアップデート中って言いますが、日本人の価値観のなさはアップデート中に現れてるんですよ、ね、だからその意味で言うと結構僕たちの今の社会はマクロには絶望的です、ね、でもこんなに人が集まってるってことを考えるとミクロには希望にあふれています、ね、明日はね宗主国のアメリカからハリス様が来ていただけるところで、ね、ね、本当にそれで泣いて喜んでる人もいるんじゃないかと思います、はい、もう本当に時間ない、最後その辺で上げて、あどうぞどうぞ、もう最後に、いいですか最後で、うん、じゃあどうぞどうぞ、もう、マイクが今、ね、他の人に聞こえないんですいません、うんうん、はい、失礼しました、ありがとうございます。ちょっと2つ質問ありまして、1つは雨の描写なんですけれど、事件現場でも実際に大雨を降らせてたりとか、あと留置所の中でも雨が、で水溜りもすごいってきてたんですけど、あれはやっぱりどういった心理状況を表してたのかと、もう一つはお兄さんがまあ亡くなって、その後発砲の練習時にお兄さんの幻みたいのが現れて、まあ、それで打ち方の教えて、それを後に次の場面が妹と会うシーンになるじゃないですか。だからあれってお兄さんから受け継いだものをさらに妹に託そうとしてるかなっていうふうにも
受け取れてますけど、はい、あのね、はい、演出の意図は何ですかっていうふうに演出する人に聞くのは愚問ですよ、はい、あなたがどう受け取ったかが問題なんじゃないの、はい、で僕はあの雨のシーンはねもちろんあの山上あるいはその川上が、入っている世界なんですよ、ね、で実際には例えば銃撃の場所に雨は降ってないでしょ。でも山上のところには降ってるんですよ。そのことから何を感じるべきなんですか。その演出意図は聞くのやめてよそういうのは。すいません失礼しました、うん、いやバカ野郎どうしても聞くんだと言わないとダメでしょ。いやそこがね丸くなったらダメですよ。いや僕が心配してるのは単にあの今宮田さんが言ったのは演出意図ですね。山上は自分の混迷と混迷ではあるけれども自分の世界に入ったら雨が降ってしまうというね。だから独房の中にあんなあのザーザー雨が降るのかというような問題もあるでしょう。だけど彼自身が混迷の中に混迷の中ではあるけれども彼の世界に入るときに必ず降るという具合には設定しました。あ言っちゃったんですね。なんか、まあ、その若松さんの連席も足立さんが最初に書いたやつがあって足立さんがずっとアジトの中で雨水が流れてるんだって言ってたことを聞いたことがあったんですよ。それで僕も一生懸命足立さんとの接点を探りながら書いたんでちょっと足立さんに一回それを投げてみようと思って。だからあの僕は特に意図があるわけではない。逆に、はい、あの足立さんが連席の時になぜそのアジトの中で水がずっと流れてたのかなっていうことはずっと考えてます。僕も考え続けてください。はい。でじゃあもう終わります。ちょっと皆さん一言ずつじゃあダスレーターさんから一言。はい、ですね、僕は明日も、はい、あの招集されてますので、2日間、足立監督と投稿するというね急な立場なので明日もう一度あの新しいね明日集まる明日ももう完売してるんですよね。完売大阪も完売ただ地方の映画館まだなんでちょっと、うん、あ皆さん写真撮っていただいていいんで宣伝してください、うん、特にあのいや映画上映するミニシアターの近辺に友達いる人はいっぱい宣伝してください、うんうんね、鹿児島も再上映なんですね。あの盛り上げていくっていうことも含めて、なるべくね、まあ、いろんな人にあの見ないで喋っている空中戦の人たちに対して実弾をこうバシッと、うんはいあのね、ぶつけていくっていうのに協力できればなと思っております。明日もよろしくお願いします。じゃあ宮台さんお願いします。あの僕は青木治さんとのジョイウェーブアップクローズの収録をすっぽかしたことが今分かりました。耳打ちで今やってたの今やってたんですあのまあだから多分収録し直しになると思いますけれどもまあ毎度のことなので、あそうですか本当に申し訳ありません。ありがとうございます。あの僕はとにかくあの冒頭に申し上げたこと、足立さんは足立さんであるっていうことをやっぱ再確認させていただくとともに、そのことによって今僕たちが勇気づけられるってことにあのすごいある種の奇跡みたいなあるいはですね使命感みたいなものをやっぱり感じます。以上です、はい、では足立さんお願いします。あ、まあ、あの映画監督って映画を見てもらえばいいんですでそれが一つ。ただ俺も多少おしゃべりのところがあっていろんな発言をしてきているのでその発言の責任は取っていこうと思ってます。でこの映画はあのさらに人々に見てもらうことによって批判されることによって映画だけじゃなくて僕も鍛えられるのでどうかあのネトウヨの人々も そうあの統一教会の人も日本会議の人も見に来てください。以上ありがとうございました。もう一度大きな拍手を。皆さんありがとうございました。皆さんも今日わざわざありがとうございました。あの劇場公開に向けていっぱい宣伝してください。ありがとうございました。